諸島の地図トロブリアンド諸島は、ニューギニア島の東部沖にある干渉からなる、島諸群で、パプアニューギニアのミルーン湾州に属する。先住民が2万人ほど住み、大部分が、最大の島のキリウナ島に住む。その他には、カイレウナ島、バクタ島、北場島などがある。住民は、主として、焼き畑農業民で、タロイモやムイモなどを栽培し、伝統的な集落に住む。 社会構造は、母権母系制。蔵という大規模な儀礼的交易がここを中心に、古来行われてきたことで有名。これはカヌーで順番に、他の島に渡り、海政の装飾品を交換するものである。物と物の交換であるが、生活必需品の物々交換のような取引とは別のものとされており、蔵の手続きに沿うことが重視される。死者は、 近隣の島で暮らした後に大事として生まれ変わると信じられてきた。また近代に戦いが禁止された後、その代わりとして儀式的なクリケットが盛んになった。言語はオーストロネシア語族の西オセアニア語群に属する。ヨーロッパから最初に訪れたのはフランスのエスペランス号で上院ドニドとロブリアンにちなんで命名された。二十世紀初めにはイギリスがこの地域を 植民地化し、霧ナ島、ロスイアに成長を設置した。第一次世界大戦中に文化人類学者、ブローニスワフ・マリノフスキがこの地を訪れ、内部から詳細な調査研究を行った。彼による、クラコー駅や文化、習俗に関する様々な記録は、現代の文化人類学における古典となり、そのため、トロブリアンド諸島も有名になった。 太平洋戦争では周辺が戦場となり、1943年にカートホイール作戦に伴って連合軍がキリウナ島に進駐した。1970年代から繁殖民地、伝統復興運動が盛んになった。現在は観光地化されているものの伝統文化が保たれている。ありがとうございます。